ここはもらってくぜ。三成様から急げってお達しでね。私は命を受けた。信長様よりこの地を守れと。左近よ、先走る悪書ぞ。聞いておらんな。三成様直々の命がよほどに嬉しかったと見える。勝家め、小生意気にも調子づきよって。私の指揮などつけ、好きに評すればいい。聞くところによれば、両軍ともまず大将が未熟。一息に攻め立てれば必ずや浮き足立ちましょうぞ。かかれ柴田の指示を待つな。おのおの地下通路を敵陣用いて応戦するのだ。おっと、俺の博打相手はやらせねえ。左近、こっちも地下通路とやらを使っちまおうよ。よし、今しか熱唱。どっかさんもようこざんすね。ああ、あなたのその腕でわらわを抱き止めることまでやって。俺は敵が立てて押し黙らざるを得まくない。こういう時慌てた方が負けなんだよね。錆びた愚足と笑わば笑え。返り血を飲む余裕が私には存在しない。あんた相も変わらずボンクラ扱いされてんのな。知ったら言い返したりとか殴ったりとかしねえの。そんなことをお前に気にかけられる言われなどない。この先あやつが再び将として花開くとも思えぬ。信長様も明智殿も何を考えておいでなのか。無駄に抵抗するのね。他にやることないのかしら。俺は生き様を完全に掌握している。水谷様の敵対だけは何があっても裏切れぬのだ。そんなに押しかけられても、わらわの体は一つだ。わらわを楽しませなさい。天下創生、やっと途方もない気がした。個人の最高値は確かに受けたまわりました。ハッタハッタ。一息つくのもなしか。休めとは聞いていない以上仕方がない。どうして私ごときを叩き伏せるなどたやすいはずだ。いやー、こらさん、堅苦しいのは無視ってことで、一つ。なんと、もう脅されましたか。さあ、コンベ、まったく敵将に迫るだけが戦ではないのだぞ。ねえ、マガマさん、あっちに行きたくなったわ。ついてきて。やむを得まい。
もう聞こえてないわ。この全てが左近のせいとはいけない。このままで三成様に申し訳が立たない。私に申し訳が、なんだ。すでに許可はいただいている。英語に仕え続ける許可を。シーラの雲よ、火を隠せ。この心に刺す明るみよ、一つ残らず射滅しろ。悪いけど、今日の俺は赤いつくらい本気だぜ。なんで、三成様じきじきのどでかい命令だけんな。心委ねられる存在か。決して私には得られぬものだ。あん？なんかあっちが騒がしいな。って、三成様！あんた、好きすぎだってのは。日は沈み、月も沈み、やがて未来が訪れる。その中で暮らす人の子などお構いなし。カッコイエム、まだ一騎打ちに興じておるのか。集中ですよ、集中。貴様が死ねば私の気を散らす存在は消える。わらわがいなければあざけも今頃ね。くそ、まずくないか三成様。今すよ、三成様、断面かわしちゃってください。頼んます三成様、必ずやり遂げてみせるから。俺があんたにかけたように、あんたも俺にかけてくれ。いいだろう、左近。私の信頼だけは決して裏切るな。奴も疲れ衰えるはずだ。その兆しを見逃すな。風に舞う門面のごとく、捉えどころのない攻めだ。やめえ、そちら。イカ様なしにしちゃ上等じゃねえ。もっと力体などしておらない。こうなればいっそ勝家をおとりに撤退でも。あんた勝ち逃げする気じゃねえよな。まっさせねえけどさ。最前線へ赴けとは聞いていない。あなたと刃を交えるのはしばしの後となるだろう。この拙者ともあろう者が一族の恥さらしや。今あんたの瞳には何が映っている？何も見えてねえってんなら、カム、竜王の天下ってやつを見せてやるぜ。あなたは伊達氏。なぜあなたがここにいる？ま、ただの通りすがりだ。だが随分とピンチじゃねえか。時間稼ぎはしてやる。逃げるなりなんなり好きにしな。
よしからに張り合おうだなんて存外可愛らしいところがあるのね。あんたこそプライズのくせに出しゃばりすぎだ。おとなしく霧の箱にでも入ってな。くじいてお色直しの時間ね。必ず立ち上がる。いい気合だが先を見通す余裕もねえとな。お色直しの時間ね。ライバルもいるじゃねえか、勝つよ。じゃあな、光り差す明日でまた会おうぜ。共倒れでスカンピンはまずいっしょ。どうだい、まずはお客さんに帰ってもらうってのは。構わない、だがその次はお前の番だ。なんかあんたとは合わせやすいんだよな、カツイエ。私の動きが単調だとでも言いたいのか。お前こそせいぜい着地の隙をさらさぬよう心がけていろ。お市様の傍らにありながらその立ちはうまい。感化すべき断りなどなへんにもあるものか。あなた、わらわよりも位置が欲しいのね。神秘眼のない男。次こそは必ずあなたの骨を野ざらしとする。そうすればきっと私は。三成様も行部さんも本当はいげつねえよ。容赦とか一切なしだし、本当死んねえよ。理解した。わらわの価値がどれくらいか。はいはい、邪魔よ邪魔、邪魔ですよっと。感じかあんた。ま、借りは問一できっちり返すよ。あなたをめでて舞い踊ろうかとも思ったけど、やっぱりやめた。だって。あなたじゃ満足できないもの。よし、戦もひとまず片付いたか。こうしてはいられん。急ぎ例の準備に取り掛からねば。あら長松さん、その杯は何？今から市と結婚でもするのかしら。とうの昔にしているぞ。いやそうではなく、家中の者の仲人だな。何せ一生に一度の出来事だからな。主君として恥をかかせぬよう今から演習に励まねば。じゃあその結婚、夫婦の誓いはわらわにしてもらおうかしら。は？何を言っている姉上。
夫婦揃ってわらわに尽くすと誓いを立てさせるの。これってとっても素敵じゃない？そうね、どうせなら白むくももっとひらひらにして。待つのだ姉上、それ以上はいかん。姉上、姉上。島の部隊が戦線離脱、沢山城へと撤退。再会の鬼が鬼ヶ島に乗ってやってきました。年に一度の加賀の催しがもう間もなく。